打席は初球に右翼ポール際への大飛球も惜しくもファウルに、ドジャースガーディアンズ、日時間8日、ロサンゼルスドジャース、大谷翔平投手が7日、日時間8日、ヨンドコロチで行われたガーディアンズ戦に1番指名打者で先発出場した。チームは初回から打者10人の猛攻で一挙6得点。大谷に2打席が回ってきたが、夕頃にゴロに倒れた。第1打席、初球の甘く入った速球を捉えるも、右翼ファウル際への大飛球は惜しくもファウルに。球場はため息に包まれた。結局はカウント2から2からの5球目を打って、夕頃だった。その後ベッツら3者連続四球で好機を作ると、エドマンが先制の敵地に塁打。さらにパヘスの2ランなど猛攻は続き、西一塁で大谷が早くも2度目の打席に立った。しかし外角球を引っ掛けにゴロに倒れ3アウトとなり、長かった攻撃は終わった。フルカウント編集部。